フランプールは日本の4人組ロックバンド。2007年1月に大阪府で結成。2008年10月、配信限定シングル、花になれでメジャーデビュー。NHK 紅白歌合戦にはこれまでに3回出場。2017年12月3日の横浜公演終了後、山村隆太が過小時機能性発生障害であることが判明し、治療に専念するため、 12月5日より活動休止。開催予定だった残りのツアー、地元大阪でのカウントダウンライブは中止。2019年1月13日に大阪天王寺公園にてゲリラライブを実施、活動再開を発表。公式サイトのバイオグラフィーに準拠。2002年幼稚園からの幼馴染みの山村、二川の3人で前進となる。 アコースティックギター弾き語りユニットを結成。2007年1月、知人の紹介で知り合った小倉が加入し、フランプールを結成。2008年8月27日、タワーレコード及びイ田屋にて、初回5000枚完全限定生産で、トライアルシングルと銘打った、インディーズシングル、ラボを発売。9月1日より、au、リスモの キャンペーンアーティストに起用され、10月1日に CM ソングの花になれが配信限定シングルとして発売され、同作をもってメジャーデビュー。11月19日にメジャー初の CD 作品となるミニアルバムアンリアルを発売し、オリコン週間アルバムチャートで初登場2位を獲得。2009年2月19日から3月7日まで初のワンマンライブツアー。 フランプールツアー2009アンリアルを全国6カ所7公演で開催。同月25日、初の CD シングル星に願いをを発売し、オリコン初登場2位を獲得。7月1日、初の両 A 面シングルメガワットディアーミスターミズピカレスク夏ダイブと初の DVD ハウディドウィーフィールゼン。How did we feel then? フランプールツアー2009アンリアルライブアット渋谷クラブクアトロを同時発売。DVD はオリコン週間音楽 DVD チャートで初登場1位を記録し、自身初の首位獲得となった。10月22日23日に自身初の日本武道館公演を行った。12月31日に第60回 NHK 紅白歌合戦へ初出場し、 星に願いをお歌唱。2010年4月29日、山村が6月上旬に喉のポリープ摘出手術を行い、1から2ヶ月間の静養に入ると発表され、7月7日に山村が復帰。2011年同年度の第78回 NHK 全国学校音楽コンクールの中学校の部の課題曲として証を提供。 2013年3月1日と2日に、初の台湾単独公演を開催。4月26日、堺がダイエットに専念するため、当分の間ビジュアル面での活動を休止することを発表。5月12日、堺に代わるビジュアル面でのサポートメンバーとして、井上祐介を起用することを発表。6月30日、フランプール堺一世はギタリストに復帰できるのか ジャッジメントデーで、堺が目標体重の 64kg を上回る 62.5kg への減量に成功。ビジュアル面での活動を再開し、ダイエット成功のご褒美としてサブリーダーに就任。同時に、井上のサポートメンバーとしての活動が終了。2014年5月21日に初のベストアルバム、ザベスト2008から2014。 モーニュメントを発売。2015年8月8日9日に、地元大阪、大泉緑地にて、初となる、単独野外ライブ、フランプール真夏の野外ライブ2015、ホールーツ、大阪フィールズフォーエバーを開催し、2日間で3万5000人を、動員。2017年9月より、全国ツアー、フランプール S ツアー2017、リ、イメージを観光し、 単独カウントダウンライブ、フランプールカウントダウンライブ2017-2018の開催も発表された。しかし、ボーカルであるサンソンが12月3日の神奈川公演のコンサートツアー終了後、医師の診断で機能性発生障害を患っていたことを明かした。これにより、開催中であったツアーの残りの4公演及びカウントダウンライブの開催を中止し、 本人の治療に専念するため、活動の休止も合わせて発表された。2019年1月13日、バンド消す整備に当たる1月13日に、原点に戻って、地元大阪で、ストリートライブやりたいなという思いから大阪、天王寺公園にて、ゲリラライブを観光し、バンド活動の再開を宣言。2月からは、ファンクラブツアー、 フランプールファンミーティング FM 社会2019を開催。5月22日、活動再開後初のシングル、ヘルプを発売。2021年7月1日、新会社設立と遺跡、A s ケッチとの業務提携を発表。ありがとうございます。